古部軍はアメリカ合衆国上ジ,ジア州の北西部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は68万8078人であり、2000年の60万7751人から13.2%増加した。人口は着実に成長を続けてきた。軍庁所在地は軍の中央にあるマリエッタ市であり、同軍で 人口最大の都市でもある。軍名は19世紀初期にジョージア州選出アメリカ合衆国会議員と同乗院議員を務めたトマス・ウィリスコブにちなんで名付けられた。軍長所在地のマリエッタはコブの妻にちなむ命名と考えられている。コブ軍は周辺の軍とともに1832年12月3日にジョージア州議会によって設立された。その領域は チャタフーチ側の北西にあるチェロキー族インディアンの広大な領土だったものであり、連邦政府のインディアン移住法が成立したことで、ジョージア州がチェロキー族から押収し、抽選で開拓者に配分した。古部軍はアトランタ大都市圏に属している。アトランタ市境の北西に直接接しており、週間高速道路285号線、道75号線、 同20号線及び同575号線でつながっている。20世紀最後の30年間では国内でも成長速度の高い軍だった。過去50年間で未開発の電源部が大都市郊外地域に変身した。エッジ式であるカンバーランドディストリクトは2400万平方フィートを超えるオフィススペースがある。アメリカ合衆国国勢調査局によれば ジョージア州では最高、国内でも12位の教育が進んだ軍である。国内で収入の高い100軍の中にも入っている。海マイナス47サンダーボルト、第128戦闘機大隊、マリエッタ陸軍飛行場、1946年、撮影コブ軍は、涙の道が行われた後の1831年、チェロキー族インディアンの領土に作られた旧軍の一つである。 州内81番目の軍であり、軍名はアメリカ合衆国上院議員、衆議会議員、上級裁判所判事を務めたトマス・ウィーリス・コブにちなんで名付けられた。軍長所在地のマリエッタもコブの妻メアリーにちなんむ、命名と考えられている。ケネソー・マウンテンの戦い南北戦争前の時代、マリエッタはサバンナ市やチャールストン氏から大熱病を逃れる、住人の夏のリゾート地だった。 南北戦争中、1864年6月27日に、軍内で起きたケネソーマウンテンの戦いは、ウィリアム・シャーマン将軍による、ジョージア進行中で唯一南軍が勝利した戦いだった。それでも北軍は南軍を追い出していった。それ以前の5月25日には、ニューホープ協会の戦い、5月27日には、ピケットミルの戦い、 5月28日にはダラスの戦いがあった。10月28日のアラトゥーナ峠の戦いは、シャーマンが海への進軍を始めた時に起きた。北軍は家屋の大半を焼き払い、穀物は押収するか焼いた。地域の綿花農業は1890年代から1920年代が最盛期だった。世界恐慌の時に綿花の価格が下がり、 軍全体で面下離れが起きた。1915年、アトランタ鉛筆工場のユダヤ人監督官、レオ・フランクが、その労働者の一人で13歳のメアリー・フェーガンを殺害した容疑で告訴され、その監獄の部屋から連れ去られて、マリエッタの東にマイルのフライズ人に連れて行かれた。そこでフランクはン地にあった。この事件は一般に、法の誤りと受け取られている。 1942年、ベルエアクラフトが B-29 爆撃機を製造するために、マリエッタ工場を開設し、ドビンス陸軍飛行場が設立された。どちらも第二次世界大戦後に閉鎖されたが、朝鮮戦争の時に再開され、飛行場は空軍のものになって、ドビンス空軍基地と改名され、工場はロッキードとなった。朝鮮戦争からベトナム戦争の間、 ロッキードマリエッタは C-130 ハーキュリーズや C-5 ギャラクシーなど軍用輸送機の主要製造工場だった。コブ軍など冷戦期にカリフォルニア州オレンジ軍からバージニア州のオホーク、ハンプトンローズまでの広がった郊外部では連邦政府の防衛予算と地元経済の繁栄とが直接結びつき国家安全保障の問題に関する 超党派高派保守の政治文化と物質的利益の構造ができた。ケネソー州立大学1960年代初期にジョージア州憲法の修正によって州全体に実地のための法ができたとき、アーネスト・ W ・バーレットが新しい軍政委員会の初代議長になった。1888年に建設された軍庁舎は解体された。 1960年代と1970年代、人種統合によって、アフリカ系アメリカ人が多数派となったアトランタ市からホワイトフライトが加速され、コブ軍は田園地帯から郊外地に変わった。不動産ブームがホワイトカラーの第一世代である、田園部白人の南部人やラストベルトの移住者を呼んだ。コブ軍は元人種差別主義者で、 ジョージア州知事を務めたレスター・マドックスの故郷である。1975年、コブ軍有権者は人種統合バスに反対して出馬したジョン・バーチ協会の指導者、ダリー・マクドナルドをアメリカ合衆国会議員に選出した。保守派民主党員のマクドナルドは、ロックフェラーとソビエト連邦が社会主義による一つの世界政府を画策し、ウェスタン・ゴールズ財団を 共同設立したという権威に調査を要求した。1983年、大韓航空機零零七便がソ連の制限空域を通過したとして、ソ連戦闘機に撃墜された時、マクドナルドがこれに登場していて死んだ。グロバーパークベル、マリエッタの広場で1990年、共和党員のニュート・ギングリッチが、古武軍を中心とする新しい選挙区からアメリカ合衆国会議員に、 当選した。1994年、共和党がほぼ50年ぶりに会員を制し、ギングリッチが会員議長になって、コブ軍は全国の注目を浴びた。1993年、軍政委員会は、ホモセクシャルを休断する決議を通し、コミュニティシアターに関する苦情が出ると、芸術に関わる予算を削減した。芸の権利に関する組織から抗議の声が上がった後、 1996年のアトランタオリンピック組織が古ブ軍から行事を引き上げた。1990年代と2000年代、古ブ軍の人口構成が変化した。アトランタの中産階級化によってホワイトフライトの時代を逆行させ、中産階級のアフリカ系アメリカ人、ロシア系、ボスニア系、中国系、インド系、ブラジル系、メキシコ系、 中央アメリカ系の移民が古武軍南部や西部の旧郊外部に移住した。2010年、アフリカ系アメリカ人民主党員、デイビッド・スコットがこれら郊外部の多くを含むジョージア州第13選挙区からアメリカ合衆国会議員に当選した。地方警察官が移民法を強制できる移民国籍法セクション287に参加したことでは、 古ブ軍が州内発の軍になった。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は344.51平方マイルであり、このうち陸地340.15平方マイル、水域は4.36平方マイルで、水域率は1.27%である。1864年ケネソーマウテンの北軍残豪跡チャタフーチー。 川国立レクリエーション地域コブ群は二つの大きな流域に分けられている。一流水の大半は、ウィレオクリーク、ソープクリーク、ロットンウッドクリークなどを介して、南側群境に沿ったチャタフーチー川に流れる。大きなスイートウォータークリークがもう一つの水流であり、ノージーズクリーク、ニッカジャッククリーク、パウダースプリングスクリークなどを集めてチャタフーチー川に流れ込んでいる。 西部のロストマウンテン、北中部のケネソーマウンテン、最北東部のスイートマウンテンにつながる尾根が、群北北東部をアラトゥーナ湖を含む、エトワ川盆地に分けている。ヌーンデークリークが北向きにこの湖に流れ、アラトゥーナクリークがこの湖の主流になっている。プロクタークリークが、さらに古いアクアースコを作り、それが、アクアースコドライブ橋の下で、アラトゥーナ湖に直接注いでいる。 軍内には標高の高いところがいくつか、ある主要高規格道路、週刊高速道路、アメリカ国道ジョージア修道空港鉄道はドランタ、大都市圏軍内には街のブロックを分ける、講師体系がないが、すべての通りはマリエッタのタウンスクエア南西隅を起点として番号付けが行われている。古武軍は当初地域コードが404だったが、 1995年に770に変わり、1998年には678に変わった。1995年より前、電話はウッドストック電話交換所に繋がれ、関東交換所479、後に445、さらに704にも地元では繋がっていた。このことがアトランタ大都市圏にある他の複数交換所の領域とともに議論となり、 関東を含め、巡航外部の電話交換がすでに世界最大の無料電話地域の一部になった。その地域は7162平方マイルに及び、4つの市外局番と他に2つの地域での地方接続に広がっている。古武軍のフィップスコードは13067である。アメリカ国立気象局が小区分に分けていないので、ノア天候ラジオからの警報を受ける。 特定地域伝達高度は013067である。軍は、気象ラジオ局百六80、162.550MHz の放送範囲に範囲に入っており、アトランタ大都市圏すべてトンフォーピーチツリーシティに、伝送される。二つ目の壺はブキャナンからの新しい、WWH23、162.425MHz であり、これも小部軍に警報を発しているが、 主に軍政部に入っている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ジョージア州の自治の規定により、軍政府は、手法や連邦政府法あるいは憲法に抵触しない、限り、軍内の事情について自由に法を定めることができる。古部軍は5人の委員による、軍政委員会が統治しており、立法権と行政権を持っている。委員会の議長は、 軍全体の選挙で選ばれている。他の4人の委員は小選挙区から選ばれている。委員会は軍マネージャーを雇用し、マネージャーが軍行政部門の日々の管理を行っている。軍住民は保安官、畜検事、県民裁判所判事、上級裁判所事務官、州裁判所事務官、州裁判所法務官、治安裁判所主席判事、上級裁判所判事、 州裁判所判事、税務官、測量官、教育委員会の委員7人を選挙で選ぶ。州憲法に定める、軍警察署長である、軍保安官に加え、小部軍は、軍政委員会の権限下の警察署がある。保安官は、軍監獄を監督し、市や他の軍内で起こったことでもまたどの警察署が関わったことでも、州法のもとに逮捕されたもの全てを収監する。 各市はそれぞれ警察署を持っており、統治機構の要請に応える。マリエッタ、スマーナ、オーステル各市はそれぞれ消防署を持っている。コブ軍消防署がケネソー、アクワース、パウダースプリングス各市と未編入領域に管轄権を持っている。コブの緊急呼び出しは未編入領域とマリエッタ、パウダースプリングス各市をカバーしている。ケネソー アクワース漁師は行動で小さな緊急呼び出しセンターを運営している。ケネソー市役所の上階にあり、漁師の警察署とコブ軍の消防署に伝送している。オーステルとスマーナ漁師は独自の緊急呼び出し制度を運営している。軍はその大半に飲料水を販売している。またいくつかの都市に卸ろしている。州全体の消費税4%に加え、コブ軍は 特殊目的のために2%を加算しており、その1%ずつは数年ごとに軍全体の住民投票にかけられる。この資金は主に交通と公園に向けられる。小部軍は資産税に1%を課しているが、公立学校のためであり、一般予算の加算差し押さえ免除の1%加算ではない。アトランタ・マルタに加わるための1%加算は、 住民投票で否決されてきた。2006年初め、コブ軍は税率を6%に上げた、州内最後の軍になり、食料に対して2倍の2%になった。2005年9月の住民投票では、特殊目的税が114票差、全体の0.25%未満の差で承認された。この歳入は、新しい軍庁舎、軍監獄の拡張、様々な交通計画、 および公園や緑地のための土地購入に振り向けられる。2008年、教育税が3期目の更新を受け、マリエッタ市とコブ郡教育学区の資金とされた。コブ郡の目印であり、引き合いに出されることの多い、ビッグチキンソープ、クリークの廃墟コブ郡教育学区が1万5000人以上を雇用し、郡内最大の雇用手である。民間企業には次のものがある。 コスタリカアトランタ総領事館が、軍内未編入領域にある。軍内の私立学校は、フェイスルーテラン教会、学校など16校がある。コブ軍は、コブ軍公共図書館システムを運営している。書籍、ビデオ、インターネットアクセス、印刷、コンピュータ教室などを提供し、17の支所がある。スマーナにも、公共図書館がある。 ケネソーマウテン国立戦場跡公園コブエナジー芸能センター。ありがとうございます。